中国の大学では最近、学費の値上げが一般的になっています。安基省武子市の男子大学生が、学費年出のために路上で露店を出していたところ、上官に暴行されるという事件が発生し、ネット上で怒りの声が広がっています。中国の各都市で、露天商の無許可営業や違法駐車などを取り締まる、上官と呼ばれる治安要員の不正や横暴ぶりに、市民らの怒りが高まっています。 ネット上では露天商らに殴る蹴るなどの暴行を加える上官の映像が数多く投稿されているほか、上官に反発する市民らとの衝突も頻発しています。ツイッターユーザーのヒーローエライアムが6月18日、武庫市の貧困家庭の大学生が学費を稼ぐために露天を出した際、上官に暴行されたとツイートしました。動画には、複数の上官が町中でいわゆる法執行を行っており、 赤いシャツを着た若者が、一人の上官につかみかかられ、その上官が手を挙げて、若者を平手打ちし、他の上官は通行人の写真撮影を阻止している様子が映っています。動画投稿者は、上官は夏休みに学費捻出のために、働いている子どもたちをこんな風に扱っている。これが武蔵の上官だ。こんなひどいことを暴かなければならない。これに対し、 ネットユーザーからは激怒するコメントが寄せられました。これらの上官は本当に悪質だ。こんな邪悪な共産党政権は打倒しなければならない。国民を侮辱することが国民への奉仕なのか。土肥ですらこんな恥知らずの行為もしないだろう。マルクス・レーニン主義を追放し、中華を復興させよう。共産党がいなくなることで、初めて新しい中国が誕生する。 中国の中国新聞週刊誌は今年に入ってから各地の大学では学費の値上げが相次いでいると報じました。上海市、吉林省、四川省などの地域の大学が新入生の学費を引き上げました。上海市では2023年の秋学期から国公立大学の平均学費を年間5420元から7215元に引き上げる予定で、 約33の値上げとなります上海師範大学や上海記念学院など、上海の多くの大学が学費を調整すると発表しています。加藤理工大学では、一部の理科、工学、体育専攻の新入生の学費を54%増の7700元、文化専攻の学費を30%増の年間6500元に引き上げました。四川省は今年初めに、 2023年の秋学期から、文系と理工系の学費を同時に1100元引き上げることを発表しました。文系と理工系の年間学費は、それぞれ4800元と5200元、医学系は年間5800元になります。一部専攻の学費は、最大で41%も値上げされました。吉林省も3月17日に、今年の秋入学から、

6月13日にツイートしましまたネットイース2022年8月2日に掲載された記事によると、聖華大学の教授の平均年収はわずかに10万元です。つまり、聖華大学の外国留学生の補助金が、同大学の教授の年収を上回るということになります。中国の無料ニュース配信アプリ、ジンリー・トーティアオの記事も、オーマイガー、外国留学生の補助金がまた上がった。 国民の給与は上がらない、健康保険口座のお金は訳も分からず減少し、農民の100元の年金も上がらない中、外国留学生の補助金だけが上がり続けている。さすが我が国だと驚きを表しています。中国当局が黒人留学生に超国民待遇を与えてきたことは、すでに周知の事実です。省州市に留学する、 貧しい国からの黒人留学生2人は、月間消費額が1万8000円に達すると、ネット上で流れています。また、あるアフリカの女性留学生は、中国政府から全額奨学金を受けており、学費や宿泊費などが免除されるだけでなく、月に2500円の生活費補助も受けています。彼女は貯めたお金で17カ国を旅行しています。 Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's ging World.